増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生よろしくお願いします。はい。さてアメリカで現在失業者が急増しているというお話ですね。そしてそれに伴って家賃を払えず追い出されてしまうというケースが増えているということなんですが、先生これはどうなっていくんでしょうか。よろしくお願いいたします。そうですね、最近アメリカの失業率は上がって、それから雇用創出の数もどんどん増えてるんですね。将来のアメリカの失業者がどうなるかということをですね、見る一つの指標がありまして、これは失業保険の申請数というのがありまして、どれだけの人が失業保険の申請をしたかということでですね、これから将来どれだけの人が失業するか、どれだけ失業者数が増えるかということを、見分ける一つの目安になるわけですね。で、新型コロナが起きまして、トランプ大統領が今年の3月非常事態宣言をしたんですが、それ前ですね、この失業者失業保険の申請数がですね、最高正確に言いますと69万5千だったんですよ。約70万人の人がですね、申請した。これが過去最高なんですね。過去というかこのところ 2,3 年のですね最高の数字なんですよ。ところがですね、先週はですね、申請数が1ミリオン超えまして、これ1週間ですからね、先週です。で、今週来週はですね、もうどんどん今増えてます。1.3 ミリオン、1.5 ミリオンというピッチでですね、申請数が増えているということですね。こうなってくると、もうアメリカ歴史始まって以来のですね、今後失業者が出るんではないかということで、大きな騒ぎになっているんですね。毎週毎週数字が出てくるんですが、じゃあ今までですね、コロナの問題が起こってからこれまでの間、累積ですね、累計でどれだけのこの失業保険申請数があるかというとですね、もうまさに耳を疑うような数字なんですよ。この数字っていうのはアメリカのコンセンサスといいまして、日本で言うと国税調査ですからね、国民の日本の人口がどれだけあるかとかっていう、そういう調査をする、ナショナルコンセンサス局があるんですが、そこから出てきた数字ですから、正しいわけなんですが、ちょっと耳を疑う数字はですね、5100万人なんですよ。51ミリオンですよ。これがですね、今までの失業保険を申請した総数なんですよ。アメリカの就労人数っていうのは、アメリカの人口が3億ちょっとですから、それの約半分ぐらい。1億5200万人というのがアメリカの就労人数なんですね。で、これで5100万人というと3分の1ですよね。もうこれはもう本当に耳を疑うというか腰を抜かすほどのこの状況なんですね。で、もう失業者もですね、いろいろ州によって違うんですが、一番多いところがテキサスとかフロリダとかアリゾナとかカリフォルニアとかというところなんですが、これはどちらかというとですね、いずれもメキシコと国境を接しているところ、フロリダはキューバとかですね、中南米からの人の出入りが多いというところですね、どちらかというと不法移民が多いところで、したがって新型コロナのですね、感染者数も非常に多いというところ、そしてそこにですね、失業者の数もこれまた多いということなんですね。で、今大問題になっているのはですね、アメリカの、日本でもそうですが、家を持ってる持ち家の人と、それからアパートを借りてる人とこうありまして、
まあ、アパートを借りてる人は、まあ、家賃を毎月払ってるんですが、これがですね、1ヶ月以上その遅れるという人が今どんどん増えてまして、1ヶ月以上、2ヶ月、3ヶ月というふうにですね、家賃が払えないということになると、3ヶ月になりますと、イビクションと言いまして、立ち退き命令で出ていかなきゃならなくなるんですね。ですから、そういう人がこれからですね、どんどん増えるだろうと。なぜかというとですね、もうその30日、まあ、1ヶ月以上払ってないという人、それからこれから先もですね、もう払う見込みがないという人がどれだけいるかって調べたらですね、なんと20ミリオン、1000万人ですからね。これちょっと、まあ、信じられない数字なんですが、これは本当の話なんです。そうすると今にですね、家を失って追い出された人がですね、道にあふれてくるんではないかというですね、そういうような今事態がアメリカで起ころうとしてるわけですね。で、モーゲージってちゃんと持ち家はローンで買ってるわけですから、このですね、まあ、この未払いですね、払いができないとそういうですね、不良債権化しつつあるんですが、これがなんと 3.4%。 もうリーマンショックの時にですね、もうそのローンが払えなくなってですね、そのために銀行が潰れたというですね、銀行救済という問題が起きたわけなんですが、あの時でもですね、まだ 2% ですから、もう今 3.4% ですよ。もう今にですね、銀行がバタバタ潰れていくんじゃないかというほどの数字なんです。ところがですね、アメリカの街を歩いてみるとそういう危機感が全くないわけですね。なぜかというとですね、株が毎日毎日上がってですね、まあ、今年の2月に、歴史始まって以来の高値を、まあ、つけたらですね、まあ、ナスダックで言えばですね、9800ドルという高値を2月につけて、それからですね、3割ドーンとコロナウイルスの問題で下がって6800円になって 30% 下がったわけですね。それからじゃあ今いくらになってるかって言ったら1万トンで500ドルですからね。ですからもう下がった時から 65% 跳ね上がって、史上最高値よりも 8% も上がってるんですよ。でこういうのをこう毎日株価が発表になって見てるとですね、もうなんかもう今日のどん底にあるとこういう現実がこう見えてこないで、株価の方に気が取られてですね、でおまけにトランプ大統領がコロナなんか大したことないと、もうアメリカの経済はこれからどんどん回復していく、もう V 字型でこれから伸びていくんだなって、何を根拠に言ってるかわからないんですが、そういうふうに生やすもんですから、なんとなくですね、そういう緊迫感がないんですね。ところが現実は今言ったようにですね、もうアメリカの歴史始まって以来最悪のですね、状況になってると。しかし見た目はですね、株価がどんどん上がってですね、なんかごまかされてるというと語弊がありますが、なんかそういう緊迫感がなくてですね、まあ10年間もバブルが続きましたから、皆さん蓄えがありますから、お金がありますから、まあそれをですね使って、まあ生活をしてるから、それほどですねひもじい思いもしないです。しかしアメリカ経済そのものをですね正しく、見るとですね、もうとっくの昔にもう経済が破綻してしまっているような状態、そういう数字がどんどん出てきているという、こういうですね、アメリカがそういう状況にあるということをですね、アメリカから最も大きな政治的経済的影響を受ける日本としてはですね、アメリカの今現状というものをしっかりと把握しておく必要があるのではないかなと思っている次第であります。はい、増田先生どうもありがとうございました。